よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが、行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか、女か、デクノボーか、それとも三匹まとめて片付けてほしいか。そうだ十六号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ない、お前たちの相手は俺がしてやろう。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん、言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。おお、39밖에안되냐。아빅뱅한번써보자。오빅뱅범위괜찮은데데미지도엄청세네。단발로15만씩다합니다。와이거뭐야이거너무센데。뭔데思ってもみなかったよ、あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ、ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね、そろそろ終わらせようかな。여긴전투없이연출만나오네요。心配するな、ドイツもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。